始まります。シーズン立ち上がりは逆転と1点差に泣いた中日ですが、6月に入ってからは1点差の試合で5勝、逆転勝ち7試合と勝負強さを見せつけました。打線は1試合平均6点を叩き出し、投げては先発に回った角が5連勝をマークしました。しかしその中日、勝つべくして勝ったというわけではありません。大黒柱西本、今中、そして小松、星野監督が期待していた先発投手陣が次々とリタイアします。野手でも長嶋、彦野らが怪我で戦列を離れました。ヤクルト好調の陰で傷だらけの中日は2年目の種田、3年目の山口らが怪我人の穴を埋める働きを見せました。そしておととい、ヤクルトを抜いてついに首位に立ったのです。まあ、7番8番を打ってるこの中村選手なんですね、ここっていう時でやはり調子上げてきましたしね、今怪我でいませんけども、この長嶋選手なんかもこういいところで打つという感じなんですね。この選手なんかクリーンアップ打てるんですけどもね、1回もこうやって打ってるわけなんですね。7番を打ってるわけですね。はい、そうなんです。投手の踏ん張りなんですけども、この上原投手なんですね、10試合投げて4勝0敗と、まあ1点差負けとか2点負け、あるいは同点で出てくるわけなんですけどね、そして抑えてた後にこのセーブを取ってる森田君もこう出てきて抑えるわけなんですけども、ややね、この辺り森田君もまあ1年目ということでちょっとこう体もないということでね、ちょっとこうバテ気味なんですよね、はい、そこでまあ星野監督が期待しているのがこの与田投手なんですよね、はい、去年はもう素晴らしい活躍したんですけども、球は速いんですけども腕がちょっと下がり気味とちょっと心配なんですけどね、まだ完全ではないということですね、はい、そうなんですね。代わって首位に立ったのは星野、中日であった。しかしその陰で密かに首位奪還を疑う人物がいる。